それでは政務に関する質問をお受けいたします。読売新聞の大です。本日は自民党の茂木幹事長が自民党役員会合の記者会見で自民党の文通費に関して新人議員元議員については全額返還して寄付するというようなことを発表されました。自身の指摘でこういった与党自民党の方が動く形になりましたが、副代表にはどのような所感を与えましたでしょうか。ものすごく大きな一歩だと思います。自民党与党がの幹事長がおっしゃる内容ですから非常に重たいと思っています。やはり自民党から見てもやっぱここはおかしいと判断されたんだと思います。これも維新の新人議員大野議員の最初のその発信から始まってさまざま、僕もそうですけれどもいろんなところで発信を重ねて、そしてやっぱりこれおかしいじゃないかということで、この自民党自身もですね、この文書通信交通滞在費のこのたった4時間1日で、この満額が支給されるのはおかしいから返還する、返還というか返還できないですか、寄付をするということをされ判断されたということは非常に大きな一歩だと思います。文通費、ただ文通費が本質的におかしなところはこの日割りのところではなくて、本質的におかしいのはこれは本来経費ですから、経費なのに領収書が不要、精算も不要、返金も不可、ここが非常におかしいわけです。なのでこの3この3点について特に領収書を必要にする、そして精算をするということは僕は非常に重要だと思ってますから、経費であるならば。なのでそこについての法改正を維新の会として次の国会で提案するということになると思います。ここについては今回自民党もですね、この1日で100万円というのもやっぱりおかしい、もと言えば、自民党さんもおっしゃってましたけど、元職の方も半月は議員の身分がなかったわけですから、その間も満額支給というのはやっぱりおかしいでしょうと、これ日割りの考え方だと思うんですが、それを言うと今までの議員全員対象になるんですけど、本当は遡っていくと、ただそれはそれとして、やはり今回そういったことを維新の新人議員が永田町の非常識じゃないかということが提案があって、ここまで来たというのは維新にとっても大きな一歩だと思います。もう次の一歩としてはやはり、他党にお願いもしたいのが、この文通費というのは経費なんだから、領収書をきちんとつけて、そしてきちんと精算をして余った分は返すと、そういった当たり前の制度にしていきましょうという提案を維新からしていきますので、ぜひここに野党の皆さん、与党の皆さんもそのご理解をいただきたい、そう思います。そのための大きな第一歩が、維新ちっぽけな40人しかいない、全体では10分の1しかいないわけですけれども、全体から見れば増えたといっても10分の1しかいない中で、過半数ない中で、こうやって国会のおかしな非常識を少しでも変えることができたということは大きな一歩ですが、ただそれで終わるんじゃなくて、本質的におかしいのはやっぱりそこの領収書はいらない、精算もいらない、返金もできない、まさに経費と言いながら経費じゃないようなものになっている、ここを改めることが重要だと思っています。そのための提案をしますので、ここは他の野党の皆さんも、そして与党の皆さんも賛同いただきたいと思います。最終的に関連したんですが、今のところでも問題当日は領収書がいらなくて、非公表だということで、日本維新の会はホームページ上で公表していると存じます。で、今ちょうど日本維新の会で一番遡れる過去の部分が2015年10月の分で、この吉村副代表のお名前がないんですけども、これはその辞任辞職されたからないのかと、もし理由があるか、理由はちょっとわからないですけれども、ちょっと理由はわからないですね。でも6年前の話ですからね。他の政党にもうちょっとお願いしてもらったらどうですかね。これもともと領収書いらない仕組みなわけで、そこがおかしいと思います、ね。我々もこの領収書を公開する、いろいろこう政治団体に寄付をするのはおかしいじゃないか、でもその政治団体も使い道を公開するわけですから、
あのそういったルールでやってきてます。まあ、もちろん僕も他人というとやってるわけですけど、ただ他の政党それやってんのって言ってやってないわけなので、あのなんかやってる政党にどうなのこうなのっていうよりもやってない政党の方を追及しないとおかしいんじゃないかなと思いますよね。何ございませんか。関西テレビです。2015年10月の、一日付で辞職されて、おそらく10月分を全額、文通費受けられたっていう前提で昨日お話されたと思うんですが、まずなぜこの2015年10月1日で、辞職され1日で100万円受け取られたっていうことになったのかっていうことについては何かあの説明がつくものなんでしょうか。あの市長選挙は11月22日になりましたので、あの10月31日に辞職しても別にそれはあの問題なかったと思ってます。別に10月1日に辞職する必要もないし、10月31日に辞職すれば、あの辞職日っていうのはまだ選挙は11月22日にあるわけですから、あのそういった意味で、この何て言うかな、あの 日にち自体に、それほど大きな意味はないというふうに思っています。で、まあ、僕自身はもちろん議員のある意味その10月31日まで続けてもいいわけですし、もっと言うと11月22日選挙だから、その間際まであの議員という立場で、そして辞職してっていう、まあ、いろんなパターンはあったと思いますが、僕自身はやはりその市長に出馬するというのを意思表明してね、そして意思表明をしたらそこで辞職をするというのが筋だろうというので、手続きに沿って進めたのが10月1日だったということです。で、あの何かわざと10月1日にしてんじゃないのっていう意見があのネット上ではあるみたいですけれども、いやそれだったら別に10月30日に辞職してもよかったわけですから、あのそしたら何も問題ないわけでしょ。それはあるんですかね。ないと思うんですけど、まあ、あの僕自身はそういったことはほとんど考えずに、市長として立候補表明するんだれば議員の身分は解くべきだという判断で、辞職をしたというのがあの実態です。たまたまでは1日になったっていうような振り返りだったんです。そうですね、あのたまたまというか辞職表明をしていろんな内部手続きをして、その辞職届を提出するのが10月1日になったと、こういう、まあ、そういうことです。で、何かこう10月1日にして100万もらうためにあったみたいな、あの本当にあの僕もそうやること自体があの残念だなと思うんですけども、それだったら別に僕は10月31日まで続けてもよかったわけで、それもやってません。で、あの、まあ、当時ですけれども、まあ、あまり言っても仕方がないんで、もういいです。まあ、市長選挙にやっぱり出るということがほとんど自分の頭の中にあったわけですから、あの文書通信費のことをあの細かく考えて、何か対応したわけではありません。で、文書通信費のことを細かく考えて対応するんであれば、文書通信費を受け入れる立場、権利がある国会議員を続けてたと思っています。文書通信費を受け入れる立場権利というのを放棄したわけですから、僕は自分で。で、受かるかどうかわからない市長選挙にあの挑戦したのが僕自身の考え方です。なので、何かこの日程を操作したとか、そんな細いことを考えるようだったら、僕は市長選に出てません。国会議員をずっと続けてたというふうに思っています。ただ、やはりあの今振り返って思うと、もう日割りじゃなくて、文書通信には支給されてたわけですから、そこはあのきっちり当時対応しておくべきだったなというふうに思っています。まあ、そういう思いもあるので今回、もう全額寄付するという判断をしたということです。まあ、今回だって特に小野さんが最初提案というかあの SNS で発信して、それを まず僕が拾ってうわっとあの大騒ぎして大展開していったわけですから、まあ、そういった僕は言った責任もありますし、なので、まあ、自分のことはあのちょっと頭にはなかったですけれども、まあ、自分自身のことを考えたらやっぱりそこはやっぱ自分もおかしいので、自分のおかしいところも正さなきゃいけないという思いで、今回は100万円を寄付する、まあ、新人議員と一緒に寄付する
という判断をしたということです。2015年当時はあまり今回出ているような文通費の問題についてあまり問題意識がなかったということなんですか。うん、まあ今、まあ、2015年の意識っていうのを、まあ、これちょっと振り返ってことを言ってもあまり意味がないと思うんで、まあ、僕自身はもうやっぱり今回あれにブーメランが刺さってそれはもう反省してるし、でここはおかしなところは正すということであれば僕はそれはいいことだと思ってるので、それは前向きに進めていきたいと思ってます。ただ2015年の頃っていうのはさっき言った通り文通費とかいろんな議員の厚遇の問題も指摘され始めてますけど、それ全部放棄を自分でして、そして通るか通らないかわからない選挙に挑戦すると判断したのが僕の頭の中の 99%です。特に当時橋本さんが辞めて、そして市長選挙次もう一回放送を目指すと、まあ、僕自身は無名の市民ですから、まずこの選挙っていうのが当然当選するかどうかも分からないし、仮に当選したとしても非常に重い責任が生じるということのプレッシャーの中で決断したことなので、そのことが頭の中の 99% です。なのでその文通費が何日付だったらもらえてとかそういう細かなそろばんを叩いてるようだったら僕は市長に立候補してなかったと思います。ただちょっと今から振り返るとやっぱり1日で1日でやっぱり出るっていうのはやっぱりおかしいので、そこは反省しなきゃいけないし、まあ、今回こうやって僕自身が最初にわーっと火をつけた本人でもあります。まあその後橋本さんとかいろんな方も指揮者もおかしいじゃないかっていうのでどんどん火がついていって、大手メディアにも映っていたわけですけど、まあ、最初にも火をつけている立場でもありますから、やっぱり僕自身もおかしいと思ってやったことで自分自身もそうだったわけですから、もうここはやっぱり自分を改めて寄付するというのが筋だと思っています。だからなんか個人が狙ってとかああいうこすいことは しないです、うん、それするんだったら市長選に立候補してないです。国会議員をずっと続けてます。またもう一度ご自身は当時その国会議員の立場だったときに文通費はどういうふうに使われてたんでしょうか。覚えておらせる範囲を教えていただけますか。いやだから他の維新の国会議員と同じように経費上を作って、やってましたよ。だからそれを本質的にやるべきじゃないんですか。維新とルールを作って維新だけがやるっていうんじゃなくて、いやその文通費の使途は何だったんでしょうか。使い道といいますか。うん、だから文通費の使い道はそれに必要な費用、まあ、ちょっとそこも僕も細かいこと覚えてないですけれども、費用をつけて、そして公開してたということです。今ちょっと6年前の何使ってたか覚えてないですけれども、まあ、細かくつけて、やってたというふうに思います。政治団体の寄付もあったかどうかちょっとそこは記憶にないですけれども、まあ、そのルールも維新の中では認めてましたからやってたかもしれないし、維新の定めたルールに基づいてやってたということです。だからもっとマスコミも言わなきゃいけないじゃないですか。じゃあそのこういう経費なんだから、これじゃ保存期間を何年にして、そして領収書をちゃんとつけようよということをなんで言わないのかなというのが疑問でならないですね。で維新だけなんか領収書が不十分だとか政治団体に寄付してるのおかしいとかなんかさっぱり僕は分からないですね。で他はみんなやってないわけですから、そのやってないことに対してどうなのかなと、なんかこの現状をちょっと任用しすぎじゃないですかね。現状のおかしなところは正そうとすると一生懸命叩くわけですけど、現状の方がよっぽどおかしいと僕は思うんですけどね。僕自身のことに関してはそうです。当時の維新のルールに従って、後悔をし、そしてそういう使い方をしていたということです。他に政治団体の寄付があったとすればそれは今後見直す必要はあると思われます。うん、それこそまさに制度でね定めたら僕はもう一気に解決すると思ってるんです。領収書を必要にして、そして清算をすると、そして余った分は返金するという仕組みを作ったら、もう政治団体の寄付とかはなくなると思います。でもそれをすればいいと思うんですけどね。
それだって今どこの政党も領収書も使い道も全然公開せずに知らんというじゃないですか。そこのおかしさはあんまり指摘されないんですけど、なんか維新が領収書を政治団体に寄付して、まあ、政治団体に寄付するというのは政治団体でまあオープンにしていかないといけない話なので、よっぽど透明性は高いと思うんですけど、まあ、そこばっかり批判するのはなんでなんかなというのはちょっとよくわからない。政治団体のお財布に入ってしまうと、そこから文通費がいくら出たかっていうのは、なんかなかなか頼れないのかなと、分かりにくくなるかなっていうふうには思ったんで、うんうん、まあ、その本質的にはそれも、今までの政治団体寄付っていうのが維新にもあったと思うんですけど、それも本質的な解決にはなってないように思うんですけど。でも全くポッケないないするよりマシでしょ。まあ、それ、まあ、違うんですか。結局使い道たどれないっていう点では、一緒ですか。うん、いや、あの、どうなんじゃないか。いや、どうじゃないでしょ。だって政治団体はルールに基づいて、あの、収支報告書を定めて、その収支報告書で公表しなきゃいけないんだから、それ同等って言い出したら、もうずっと、あれじゃないですか、もうポッケにならないしとけばいいじゃないですか。いや、文通費は経費のみ、国会議員の経費として、それ議員としての活動のために使う経費だから、でも政治団体に入っちゃうと、そこからは、あの、いろんな政治活動を含めて支出されるので、でもその支出は公表するわけでしょ。支出は公表しますけど、じゃあ、あの、領収書、全くそれすらやってない政党が、維新が全てですけど、そっちがとどっちがいいんですか。どっちが透明性高いですか。まあ、それはあの、どっちか比べたら、あの、人が分かるっていう意味においてはあれですけど、ただその文通費が、文通費の本来あるべき目的として使われているかどうかはいずれにせよ分からないということだと思う。いや、だからそれはあの政治団体に入ったとしても、その政治団体が公表するルールがあるわけですから、それで別にあの議員財団に行けないわけでしょ。誰かのためにプライベートのお小遣いに使えないわけ、うん、だからそこは、でも今の制度だったら使えるわけでしょ。そこのおかしさは指摘しないんですか。それよっぽど不透明だと思いますけどね。そこもまあおかしいと。だからマスコミがそこに甘いから、もうあれじゃないですか、もう維新だけやらしとったらええやんかということになるんじゃないですか。僕は思うんですけどね。いや、もっと厳しくしていかないと、経費なんだから、これは領収書つけて、清算して、そして余ったら返金する。地方議員なんかみんなやってることですから、ね、地方議員も昔は実はそうじゃなかったみたいですけど、あの、今はみんなやってることですから、それをなぜあのメディアは国会、あの巨大与党であったり、あの、いろんな弱者救済と言ってる野党に求めないのか、僕はちょっとわからないですね。で、維新がやってる、例えばその公開であったり、いや、これ政治団体も、これは公開するルールがあるので、そのルールに基づいて公表もしてるわけですから。それで、なんかそっちがおかしいおかしいって言ったら、今は本質的におかしいことがなんか、あの、いいみたいになっちゃってるんですけど、それはいいんですか。それは良くないと思います。やっぱそこ詰めなきゃいけないんだよ。そこもそうだと思います。うん。じゃあ僕は、やっぱり、あの、これは経費ということであれば、あの、領収書をつける、そして余れば清算をする、そして余れば返金する、非常にシンプルですけど、これをやるべきだと思っています。あの、それがやっぱり目指すべき姿だろうなと思ってますので、まあ、その法改正を提案していくことになると思います。まあ、すでに維新で法案を作ってるんですけども、まあ、そこで他の野党を含めて与党を含めてどういう対応するか、よくメディアとしてはチェックをいただきたいと思います。まあ、知事からもあの、まあ、ブーメラン的な話という発言があったと思うんですが、まあ、実際その加藤からですね、まあ、ご自身があの受給されたことについてブーメランだみたいな批判が来ているわけですが、それに対してこうあの代表としてはご自身でどう捉えていらっしゃるか。うん、あの、実際ブーメランだと思います。あの、僕自身が最初に大きく火をつけたわけですから、あの、小野さん新人の小野さんが SNS で発信をして、それを僕が拾って、でうわっと大拡散を、あの、これでもかっていうぐらい発信をあの続けたわけですから、それは僕にとってはあのブーメランだと思います。でもブーメランだけど僕は良かったと思ってます。まあ、これがきっかけで大きく動いて、今日も与党も返金するっていうことまでなったわけですから、あそこであの我々が大騒ぎしてなかったら、そんなんなってなかったですからね。なので、まあ、そういった意味では僕もブーメランだけど、まあ、ある意味この
社会のおかしなものを正していくっていうのが政治なので、まあ、それができた中身では僕は良かったと思ってます。で僕自身のやっぱり反省としてはやはりあの、まあ、6年前ですけれどももうちょっとセンサーを働かせて、で当時、まあ、ちょっと 99% の市長選の方が頭あったんですけれども、ここはやっぱりおかしいっていうのをその時にきちんと対応できればもっと良かったなと思ってますが、やはり今振り返ってもおかしいと思いますので、そこについては寄付をするということになります。ただ、まあ、実はでもこれを言い出すと、あの全ての国会議員が、あの歴代の国会議員全員が日割りで受けてないから、じゃ全員適用されるんちゃうのっていう議論が本当はあるんですけど、あの1日だから目立ちますけど、これはでも3日の場合がある、5日の場合がある、今回はあの自民党の幹事長におっしゃってましたけど、今回の選挙でも半月は議員の意味なかったから、その分は寄付すべきじゃないかというのは、もうまさにそれは筋で言えばそういうことになってくるので、それは今回の選挙だけに限らず、これまで行われてきた選挙全てに適用されます、あの当てはめる考え方なので、まあ、言い出したらもうちょっとキリがない話になってしまうけど、まあ、僕自身はあの自分が言い出したもう最初に火をつけてうわっと僕はおかしいってあの提案した立場だし、その立場である僕自身がやっぱりあの正すのはあの当たり前だと思うので、これは全額寄付をするということですけど、結果ブーメランだけど良かったと思います。社会が良くなれば、まあ、僕ブーメラン刺さってますけど、社会が良くなればそれでいいと思います。でまあ、実際維新としては多分、まあ、次の12月に行われている、まあ、あの国会でそういった法案を出していくという形になると思うんですけども、まあ他党に対してですね、まあ、与野党ともにそういったところも動かしてこなかった政党にはなるんですけど、そういった他党に対して実際維新が出していく法案に対してどういう態度を取ってもらいたいかとかですね、まあ、そのあたりどう考えていらっしゃいますか。これまでは維新が提案しても、まあ、知らんぷりでした。もう吊るしになって審議すらされないという状況でした。で我々は10人から41人に増えましたけれども、まだ衆議院で言ったら10分の1しか人数はいません。なので法案を可決させる力はありません。だからもう世論に訴えていくしかないんです。今回の自民党さんがこうやって動いたのもやっぱり世論が動いたからです。で僕はブーメラン刺さりましたけど、僕もうわーっと大騒ぎして発信したのは自分たちは可決できないから、もう大騒ぎするしかないんです、ジタバタしながら。なのでそれを大騒ぎしてやっぱり世論もこれはおかしいじゃないかってなると自民党もやって動くので、これをやるしかないと思ってます。あとはだから、まあ、世論といってもメディアの皆さんがある意味有権者というかその代弁者でもあるわけですから、今のこの文通費がおかしいと思われるのかどうか、いやもう維新の領収書の出し方がおかしいとかそういう細部の話に終始するのか、いやもうやっぱ模範主的にやっぱりおかしいんじゃないのっていうことの声が大きくなってきたら、もう自民党与党も領収書をつける清算するっていうのを対応せざるを得なくなってくると、共産党も立憲民主も令和も対応せざるを得なくなってくると思います。あとはそこまでまた世論でうねりを作れるかどうかだというふうに思っています。対維新とかそういうしょぼい話じゃなくて、だから文通費自体がおかしいんだったら正していこうじゃないかというのをどれだけ多くの人に思ってもらえるか、まあそこだと思ってます。もう僕らは過半数持ってませんから、もう大騒ぎするしかないと思ってます。まあ、そこはぜひ維新の国会議員に頑張ってもらいたいと思います。まあ僕もやりますけど、やりすぎてブレムに刺されましたけど、まあ、それでも良かったと思います。他にございませんか。よろしいでしょうか。それではこれで囲み試合終了いたします。